んこんにちは、まいです。今日もトルコからお届けしています。今日はね、バスで移動の日です。バスの移動、多分4時間から5時間ぐらいかかるので、それで1日潰れるという感じです。今日、今はですね、バットマンという町に途中停車しています。これが、私たちはここで降りないんですけど、バットマンという町のバスターミナルです。で、私たちはですね、どこだっけ、タットバンという町まで行きます。あと多分もう2時間ぐらいはかかるんじゃないかなという感じです。の中 VIP バスです。3列シートでなかなか快適なんですけどね、ちょっとエアコンの効きが悪くて暑いです。多分外気温度は30度ぐらいあると思うんですが、これからね、どんどん標高を登っていく予定ですので、今夜はね、涼しく過ごせると思います。というかターミナルを出ました。ここからさらに、北東に恐らく2時間ぐらい走ってタトバンという町に到着する予定です。という町の郊外を走っているところなんですけど、新しいお家がね、どんどん建ってます。こういう四角い、マンションというかアパートですね。新しい、いい住宅街がね、こんな風に開拓されてて、どんどん町がやはり大きくなっていっているのを感じます。トルコの町はね、どこでもそうですね、今ね。でも、まあ、町のこれが終わりみたいな感じで、ここからどんどん田舎めいてくるんだと思います。もうすでにね、広々とした畑というか田んぼというか何もないところが広がってきております。なぜかフルーツショップのところで止まりましたね。これは荷物を運んでいるんですね。
見た感じ大量のイチジクが積み込まれております。イチジク今ちょうど旬なのでしょうか。トルコのねイチジクといえば有名ですけれども、日本にも、ね、輸入されてますね。大量のイチジクの箱を積み込んでおります。ちなみにスイカもここら辺では名産みたいで、スイカのね、よくスイカもよく道端で売られてます。彼は大きなイチゴのパッケージを持って乗り込んでいきましたね。このバスの乗務員です。このイチジクの箱を荷物を積み込んだら、あ、イチジクとイチゴもありますね。これを積み込んだら多分出発だと思います。少し、景色が変わってきました。だんだんとねスロープを上がっていっているなというのが感じられます。ここから徐々に高度を、ね、上げていくんだと思うんですが、前の座席に座っているトルコ人の女性が電話で話をしている声がうるさくてちょっと私の声がねかぶってると思うんですけど、でも全体的に言ってトルコの方結構、ね、静かですね。バスの中も静かで、アジアとかにね、東南アジアとかによくある、音楽をガンガンにかけているというようなバスには乗ったことがありません。というかそもそもそういうね、バスの中での大音量の音楽というのがもうすでに禁止されているようです。そういうふうにトルコ人の友人が先日話してくれました。開けてきたので植生が変わってきましたね。先ほどよりも山がグリーンです。
と山道を登っています。ずんずんと高度が上がっていくのを感じられます。先ほど通ったところはですね、地図で見るとアーバンフォレストとかって書かれてるんですね。だからもしかしたらこれから開発が進んで、観光地化されていくのかもしれないです。今これ休憩時間です。30分の休憩。人が、ね、すごく多いですね。あと多分1時間か1時間半ぐらいそこで思うんですが、まあ、ここでね休憩というのもちょっと微妙な休憩です。数台のバスが乗り入れているので結構人がねたくさん混雑しています。ベッドリスという町に着きました。ここは、タバコの生産が有名みたいです。私たちが目指すのはここの町からすでにさらに、何分かな、30分ぐらいでしょうか、もうちょっと先のタトバンというところまで行きます。タトバンの町に着きました。これからホテルに向かいます。現在時刻は午後5時前、だいたい5時間弱かかったということになります。最後まで見ていただきありがとうございました。